国立鉄道博物館の入り口国立鉄道博物館はニューデリーにあるインド国鉄の鉄道博物館である。模型やジオラマを展示した建物や蒸気機関車を半分に切断した展示物を収めた建物がある。屋外には多数の蒸気機関車や電気機関車などの他に藩王たちの専用車両や特殊車両を展示している。国立鉄道博物館は ニューデリーの大使館外であるチャーナキャプリー地区の南端、ブータン大使館の奥にあり、ニューデリー市内を東西に走るインド国鉄の路線に隣接している。創立は1977年2月。敷地内にはジオラマや模型を展示した円形の建物、蒸気機関車の内部の構造を理解できるように、本物の蒸気機関車を立って半分に切断した展示物などを収めた建物、 書籍やお土産品を売っている。小さな売店、池と芝生の公園などがある。また敷地内をほぼ一周する、トイトレインが走っている。インドの鉄道は当初イギリスによって建設されたが、その期間は、使用幹線が1 6 7 6ト、mm、ルそれ以外の線が1 0 0 0トル輸送量の少ない線は7 6 2ト、mm、ルで建設されたため、 博物館の展示物も,も3種類の機関の車両が展示されている。また、日本には馴染みの薄い蒸気機関のモノレールやクレーン車なども展示されている。1800年代から現在にかけてインドで使用された多数の蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車が屋外に展示されている。1676mm という広い軌道を使うため、 多くの種類の蒸気機関車の駆動装置が左右の車輪の間に設けられたタイプとなっている。各車両の解説は英語とヒンディー語で説明されている。パンジャブ州のプティアラ市を1907年から1927年まで走っていた蒸気機関のモノレールプティアラモノレール。名前の通り道路上に一本のレールを敷き、レールと道路の両方を使って走行したユニークなシステム。 1927年に廃止された後、スクラップとして放置されていたが、1962年に鉄道史の研究者であるマイクサト藤によって重要性を見出され、インド北部鉄道のアムリトサルの工場で走行できるよう再生され、国立鉄道博物館で展示、運転されている。イギリス国王エドワード7世が皇太子時代にインドを訪問した時に使われた両や、 インド各地の半ンが使用したサルーンが展示されている。また、日本では、馴染みの薄い、治安の悪い地域や、紛争地帯を走るための走行車や、工事用の軌道クレーン車が展示されている。インドでは有名な観光地は、外国人の入館料を非常に高く設定することがあるが、国立鉄道博物館の入館料は国籍を問わず、20ルピーである。休館日は月曜。 ありがとうございます。